はいどうも、マナブ18号です。今日の阪神対オリックス練習試合、1対1の引き分けに終わりました。昨日は3対3の引き分け、今日も同点で終わりました。今日はマルテ選手の、タイムリーヒット1本のみ、それだけです、得点は。けどまあ阪神の投手陣の充実さをね、見せれた試合でもありました。先発の岩貞投手、5回を投げまして、パーフェクトピッチング。もうヒットはもちろん、ファーボールもゼロ、ランナー一人も出さないピッチング、もうチェンジアップ、スライダー、もうストレートね、もうどれをとってもね、もう完璧でした。もう完璧。今日の岩貞投手、完璧。これでね、先発ローテーション、西投手、青柳投手、岩貞投手、秋山投手も入ってくんな。あとはガルシア投手、そして、ガンケル投手。まあ、そのあたりがどうなってくるかってとこですけども、もう岩貞投手もう合格。合格ですわ、ほんまにね。そして2番手は、1軍に帰ってきた桑原投手。まあ、2アウトからね、連打浴びて、まあ、1失点しましたけども、三振2つ、まあ、スライダーと、動くストレート、もう健在。うん、そして3番手、岩崎投手もね、もう大丈夫。1イニングをね、もう3人でピシャリとね、抑えてくれました。そして島本投手も戻ってきた。1軍のマウンド、まあ、セーフティーバントの内野安打1本許しましたけども、もう、キレッキレ。あの、大城選手のインコース低めのね、もうストレート見ました。ズバッていうね。クロスファイヤー。まあ今年も阪神の中継ぎ陣は安泰ですわ。そして最後はエドワーズ投手、まあヒット1本打たれましたけども、抑えてくれました。ただまあ昨日は3対3、今日は1対1とね、あまり派手な得点シーンなかったですけども、これはね、両チームの投手陣がね、素晴らしかったと、まあそういうことでしょう。ただ心配はボーア選手。ボーア選手今日もね、4打数ノーヒット、左ピッチャー、田島投手、甲斐田投手からね、ノーヒット、左ピッチャーからずっとヒット打ててません。18打席連続、ノーヒットかな。けどまあ、開幕もしてないんでね。まあ大丈夫でしょう。本番やってくれる。うん、本番やってくれる。うん、ただサンズ選手もね、2軍行きました。2軍行っちゃいましたよ。開幕もちょっとね、1軍では使わないみたいなことをね、矢野さんも言ってますんで。ちょっと、ボーアとサンズ、大丈夫か?まあゆっくりね、まあ様子見ましょう。はい、まあ投手陣は大丈夫やったっていうね、まあそういう試合、うん、そういう試合、うん。そして、なんかね、ちょっと買ったんですけども、はい、こちら、選手顔はめキーホルダーっていうね、まあこういうの買ったんですけども、まあこれもね、シークレットで、まあどんなん入ってるかわかんないですけども、これね、なんか僕鍵のこの頭っていうかわかんないですけども、ここにね、パコッとはめるなんかゴムのね、なんかカバーやと思って買ったんですけども、なんか違ったみたいで、なんかちょっとよう見て買ったらよかった。まあこうパカって出てきて、こうラッキーちゃんね、こうラッキーちゃんを鍵のこっからパコッとはめて、なんかこういうのあるじゃないですか、こういうね、カバー、こういうのだと思ったんですけども、なんか違って、なんか穴が開いてなかったんですよ。で中見たら、なんか見てください、この青柳さんのバッジがついてたんですよ。ということは、この青柳さんのバッジを、ここのラッキーちゃんのここにパコッとはめるっていうね、そういうキーホルダーでした。まあ、書いてましたけども、ちょっと見逃したな。ちょっとやってみようか。言うたら、このラッキーちゃんの、この顔が、まあ、こういう風に、青柳投手になるっていうね、こういうキーホルダーでした。これちょっと、ラッキーちゃんと青柳投手のコラボ、これめっちゃおもろないっすか。はい。こういうキーホルダーってね。はい、ということで、練習試合残しとこう。あと1試合、明日で終わりです。いよいよ開幕です。ね。楽しみです。はい、今日の動画は以上でございます。どうもありがとうございました。はい。